皆さん、こんにちは。J と申します。定期テスト対策ね、正じ療養というところね、見ていきたいと思います。注意としてね、漢文は教科書によって送りがね、返り点ですね、が異なるものがあるので、皆さんの教科書と違うね、表記になっていることがありますが、いい意味はほぼ変わりませんよというのを、ちょっと注意しておきたいと思います。見ていきましょう。 公文教、都市10にして従いというふうになってますが、漢文は基本英語というふうに、同じようにね、SV というふうに取っていてもらえればいいので、公文教という人が10歳で従っていた、テ点がついてるってことは、下を読んで戻ってくることになるので、父が目的語になります。 父に従い、至る。どこにかっていうと、楽に至る。という風な感じになりますね。公文教、年10歳にしてね、父に従い、楽に至ると。公文教という人が10歳の時、父についていてね、楽ようにやってきたと。時に、李玄霊という人がいます。その人にね、ありました。何があったのかというと、生命がありました。という風になってるんですね。 うん。生命というのは何かっていうと、非常に高い評判を持っているということになります。だから、李元礼という人は非常に有名な人だったということですね。そして、たりですね。司令行為であったというね、まあかなり身分の高い人だったという感じになります。まあだから、 至る、門にですね。で、物はという風になっているので、これを主語の塊という風に取ってあげて、門に至るものはという風に取ればいいと思います。門に至るものはですね。司令行為であった。彼の家を訪問する者というのは、皆、春祭聖少ですね。まあ、ここは一つの動詞という風に取ってあげればいいと思います。意味としては、才能があり、高潔な人だという風になります。ま、だから非常に精錬潔白な方ということになりますね。 そしておよび中表の親戚にしてすなわち通さるというふうになってます。親戚でそしてそこでね通されるというふうになりますね。 および、中表の親戚にして、すなわち、通さる。ですね。および、いとこなどの親戚であって、初めて門を通されたというふうになるので、このね、リ、元ンという人の家に行こうとするとですね、才能があったりとか、非常に高潔な人物だったりとか、いとこなどの親戚とかね、そういうものじゃないとダメだという感じになるんですけども、ここにですね、こう文教ですね。文教はやってきた。門のところにですね、そして,言いて、いい手。 李というのはお役人とかのいうことを指すんですけども、ここはね、門番というふうに取ってあげればいいんじゃないかなと思います。文教は門にいたり、李、えー、にいて曰くですね。文教が門に到達して門番に向かって言うにはですと。我はこれ、李不君の真なりというふうに言いました。李元礼のね、どうやら真であるというふうに言ったわけですね。そしたら、すでに通されというふうになってると。我はこれ、李不君の真なり。 というふうに言った。そしたら、すでに通されたということですね。まあ、親戚なのか、なるほどな、っていうふうにね、10歳の子供を通した感じなんですね。そして、進み、ざすですね。めちゃくちゃすげえ根性しますよね。かなり身分の高い人の家に、ドカドカ入っていて、親戚ですって言ってね。で、前に座ったと。原礼解いて曰く。 というふうになってますね。進みてザス、ざす。原例が解いて言いました。ね、尋ねて言いました。何て言ったのかなと。君と僕とあるのかなというふうにね、聞いたわけですよ。何があるのかなっていうと、何の進かあると。というふうにね。このあるとかないっていう漢字に関しては、後ろに主語が来るので、後ろのここの部分というのが主語として取ってあげればいいですよ。君と僕、何の進かあらんですね。 君と僕との間にはどんな親戚関係があるのかなというふうに聞いた。すると答えて曰くですね。答えて言うには、昔、先訓中寺はというふうになってます。で、このね、中寺というのは、あの孔子のことを指すんですよね。その昔、先祖の中寺はですね、孔子はというふうになります。 君の先人白陽と一緒にですね。この与えるという字はいろんな読み方があるんですけども、ここはまあとという感じですね。英語で言う with に当たるような形になります。君の先人白陽とありましたよ。何があったのかっていうと、死死の損があったというふうになります。帰り点の2がついているのであるが動詞で、帰り点の1のところまでが S、主語というふうになると。だから、君の先人白陽と死死の損ありと。 あなたの先祖である白鷹を先生と呼んで尊敬していた。これ、僕と君とですね。それで、私とあなたとは、液性をなすと。でど、何をなしているのかっていうと、通行をというふうになります。液性通行をなすと。 うん、代々親しく交際してきたことになりますよというふうに言いました。だから、まあ、実際に親戚関係はなかったんですけどもはるか昔の関係から考えると代々ね仲良くしてきたことと変わらないよというような、まあ、ちょっとですね なんて言ったらいいんでしょう、ね、んまあ「へりくつ」みたいな感じになるんですけどもだから親戚なんですよみたいなことを言ったと液性というのは代々という意味で使う言葉なんでねで「源霊」および「賓客」は「なし」ですねここは問題で出るかなと思います二重否定を使ってる部分になるので書き下しとか現代語訳とか解釈が問題で出そうなので気をつけておいてくださいありませんよ「ざるなし」ですね二重否定だからまあめっちゃ必ずあるということになります なるんですすけどもとせざるなしですねでこれというのはもちろんねこのねちっちゃな子供のことを指しますなので幻霊及び品客そこのお客さんはこれを「きとせざるなし」二重否定ですね利元霊とそこにいたお客さんは皆このね答えというのを優れているなというふうに思ったとなるほど最も,もだというふうに納得したっていうことですね そこに、大中大夫の賃意がですね、遅れてやってきました。対中大夫の賃意というものがですね、遅れてやってきたわけですね。そして、人がですね、持って、この以上の意というのも、帰り点がついている場合というのは、英語で言う全知識を取るね、このね、with というふうに取ってあげればいいと思います。帰り点の位置のところまでを目的語として、その後を持ってですね、その後を教えてあげて語ったということですね。 だから、この子供の発言というものを持って語ってあげたということですね。これにというのは、この陳意にね、語ってあげたと。人、その後をもってこれに語るですね。人々が元礼と、このね、文教の応答を陳意に語ったというふうになります。するとね、この陳意が曰くですね。言うには、なんて言ったか。 生直、両々たるもですね。このもう注意しましょう。ここの部分もね、書き下しとかの問題が出そうな感じのポイントになります。なのでね、気をつけておいてほしいんですけども、まずは逆説ですね。小さな頃に賢い、両々というのは賢いという意味で使うので、賢いがですね。逆説。 いまだずというふうになります。これね、再読文字で打ち消し、まだ何々ないですねで。何がないのかっていうと、必ずしも必ずと、というふうになります。書き下しとこんな感じかな。正字には両良たるも、えー、には別にいらないかな。まああってもいいかなって思いますが、代にして、いまだ必ずしも必ず。 といいう,うに言いました。意味としてはこんな感じかな。小さい時には聡明であっても賢くてもですね。大人になって必ず優秀であるとは限らないというふうに言ったわけですね。だからこの10歳の子供というのが大きくなって賢くなるとは限らないな、みたいなことを言ったんですよ。すると、文教曰く。思うに。君が生じをですね。あなたの小さな頃を思うにですね。この君というのは珍意のことを指します。 文教曰く君が障子を思うにですね。文教は言うにはあなたの小さい自分を思うと必ずここも再読文字になります。まさにべしというふうに返ってくるんですけども英語で言うとマストですね。何々しなければならないとか違いないとかっていうふうな形で使う言葉になります。なんで返り点の位置がついているところを動詞として取ってあげて両々たるべしというふうな形で使ったらいいと。すると賃は大いに宿敵す というふうになります必ずまさに両量たるべしい、大いに宿積すですね きっと聡明だったに違いないねというふうに言いました。するとね、チーンは大いに恐れ入ってしまったという形なんですけども、この最後の部分もなぜチーンは恐れ入ったのかというのが問題で聞かれるかなというふうに思います。これはね、チーンの自分のセリフですね。小さい時に聡明であっても大人になって必ず聡明優秀だとは限らないというこの発言を もうこのね文教がですね、うまいことを利用したわけですね。なるほど、そうかと。だから君は小さな頃賢かったんやっていうふうに言ったと。まあ、これ、暗に言うと、今のあなたはそんな聡明には見えないよと。なぜそんな発言をこのちっちゃい子供の前でするのかと。あなたは多分賢くないよね。ということは、あなたの子供の頃っていうのは賢かったんだろうねっていう、まさにこの賃意の発言を受けて、 地位に対して、まあ、ちょっと皮肉を言ったからということになるんですよね。まあそういうふうにとってもらえればいいんじゃないかなと思います。あなたのちっちゃい頃はとても聡明だったんでしょうね。だから今残念なのかなみたいな感じで皮肉を言ったという状態ですね。はい。ということで。 今回は、生児療養という漢文について解説させていただきました。定期テストの勉強のお役に立てば、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。古文はエンタメだぜまた皆さん頑張りましょうバイバイ